梅村正宏は、日本のカトリック教会聖職者で、カトリック、横浜市教区司教。カトリック市教協議会、教会行政法制委員会委員長、財務委員会委員長、かつ、天礼委員会担当司教を兼任。洗礼名は、ラファエル。1952年6月14日、神奈川県横浜市に生まれる。1972年に、栄光学園を卒業し、 1985年3月21日に、司祭除会、横浜市のカトリック、末吉町教会の助任を経て1986年から5年間、ローマの教皇調律、ウルバノ大学で、教会法を学んだ。帰国後は、東京カトリック神学院の学務担当及び教授を、務め、1999年3月27日に、教皇ヨハネパウロ二世により、 カトリック、横浜教区司教に任命。司教任命に対し、浜尾文雄前教区長は、教会法と進学に、造形の深い梅村真司教様が、横浜教区のためばかりでなく、日本の教会、アジアの教会、そして、世界の教会のために、大いに貢献してくださることを、今から楽しみにしておりますとコメントした。同年五月十五日に、横浜、双葉学園で、 白柳聖一数記教、東京大司教の趣旨式で司教に除解され、司教除解式には、司教18名、司祭200名が参加した。2015年の読売新聞のインタビューでは、かつてのカトリック教会は、勝利主義に陥っており、第二バチカン公会議により自らの過ちを謙虚に、認め、自らを正し、他に望むべきことに気づいたと述べている。 太平洋戦争の戦争史跡であるカトリック、清水教会の建て替えか保存をめぐる問題では、市民グループ、平和遺産、制度を保存する会は8000人を超える署名を集めて、中日バチカン大使やカトリック、中央協議会会長で、長崎大使教区の高見さん明大司教、横浜教区の梅村司教宛てに送付したが、耐震補強の理由から2020年8月21日付の、 文書で建て替えを通知した。協会行政法制委員会カトリック、中央協議会財務委員会カトリック、中央協議会天礼委員会カトリック、中央協議会カトリック、横浜市教区梅村市教のご紹介カトリック、横浜市教区 AB カトリック、横浜教区カトリック中央協議会、栄光学園出身者、在学者のページへのリンク集キャンプハット3.11。 お忘れない。栄光学園 ABC 横浜教区司教に、梅村正宏神父カトリック中央協議会、QHP 協会50年史カトリック、二股川協会、一心教は、不関与なのか2015年2月20日第13面読売新聞、貴重な戦争史跡でもあるカトリック、清水協会、取り壊しに2020.09、28、クリスチャンプレス。 ありがとうございます。